こっちで受付になってるみたい、うん、今から受付しまーす。あやかったかな、ちょっと行ってみようか。ピンゴここでいけるかな。ピンゴ取り人はここでいけるわ。ピンゴ取り人は足湯でぬくもれと。ああ。あったかい？めっちゃ気持ちいい。みかん、みかん、ゆず、ゆずか。めっちゃぬくい。うわー、気持ちいい。ぬく。流し、イエーイ。あ、開いた。まさに 100% 気持ちいい。気持ちいい。なんで我々は宇宙人だって。あ、暑い。暑っ。いい余裕だったね。あ、汗めっちゃ。よし、どうする？こう行く？ん？こう行く？うん、風呂上がりの一杯行きましょうか。やっほー、よいしょ。はい、はい、絶対美味しいぞ。暑かった、暑かった。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。美味しい。ああ、ほんまにお風呂上がりの一杯やな。飲む気満々になってるやん、パパ。あ、ここ、うん、そうなんや。酒買うとき。ああ、おー、いいとか、うん、いいとっていうか、あの、商品券くれるよね。あ、ついてるな、そういや。すっかり、すっかり夕暮れ。宴会の準備しよう。まだぬくいな。お風呂上がりやし。これ火つけたらぬくなるよ。うん、そうだね。それは紙皿なの。あ、紙皿もあるけど、これあると思って出してない。うん。な、何に使う？うん、別に。はい、やったぜ。
よっ、よいしょ、はい、疲れ、はい、パパとママの誕生日旅行、はい、ありがとう。あうまい。あおいしい。あら、お前からし出さなかったよ。刺身はトロカツオとサワラです。今おでんと熱燗作ってます。弱火でゆっくり煮た方がいいかも。うん、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 寒くなったやろ。まあ元気でやっとかな。今日俺も遊びに来たね。遊びに来たね。今日はな、また湯原に来とる。うん、また。車の中で寝るの今日も。うん。今車の中で刺身とおでん食べながら、うん、一杯やっとるとこや。うん。ヤスボンばかりが活躍するわこれ。ヤスボンやけどすごい優秀やこの電気ストーブ。これ、またこれ。すごい美味しかったよ。うん。うん。すごい美味しかったよ。大阪では売ってないからね、サワラなんて。身が柔らかいな。うん。パパは多分カツオの方が好きやな。うまっ。熱っ。熱いやろ。熱いで。熱い熱い。切っとこ切っとこ。どういうこと？倒れた時全部こぼれる？うん、ってどういう意味？酒飲みやな。これ、ね、酔っ払ってこうバタッと倒したりするやんか。うん。その時全部こぼれんようにこの辺までしか開けへんねん。だってこんなコップ酒。飲むことないもん。熱っ。熱しすぎた？うん。ほんならちょっと開けて冷ましとこうか。うん。武蔵。これつけとったらちょうどいいぐらい。あ、そうかもね。武蔵ってどこのお酒？これも岡山津山市って書いてるわ。うん、津山のお酒か。ちょっと開けとこう。あっちに来やってるよ。ステンレスだよ。あっち余計熱いんちゃう。ケンゴ。ケンゴ行ってみ。健吾が飲むべきや、これは。うん、もういけるわ。早っ。もう立ち直った。うん、あ、それあちゃー、パチパチは。パチパチやるよ。すごい。すごいね。もう向こう行った。こういうのできるで、パチ。まさと、あちゃー、あちゃー。パチパチは？パチパチ。何でもできるわ、俺は。老人ホーム入れた方がいいわ。老人ホーム、俺おるんやつよ。まあ、ケンゴと、もう来たら、神社の墓場一緒にやってな。うん、月も綺麗。あ、でも、ばあちゃんと、はい。え？そば焼酎。今から、日本酒終わったからな。うん、焼酎、そば焼酎いきます。私はいつもあなたのそばにいたいみたいな。そば、あなたって。おい、お前さんは口元。口元なんとかせえ。リヒトもツッコミ入れてるやん。ごめん、何なんて。もう一回聞きたいって。そば焼酎ね、少しでいい、少しで。うん、
いや、そばアレルギー。そばアレルギー。うん。それはえらこっちゃうお前。大変だね。そばにおったらあかんよ。ありゃ。面白い。リストパチパチパチは？はい、虫。おい、親子で振る虫かい、こら。去年はそんな感じやったね。実はこんな感じやな。うん。去年と一緒じゃん。去年は、もっと足伸ばして。足伸びとる。つまみ食べながら、ビール飲んでましたよ。うん、ビールは飲まんやろ、この時間。ビール、なんか お酒飲んでましたよ。うん、一番はね、一番何？一番ひろみです。知ってる。やめとけもう。もう見とる人間アホらしい言うから。あ、もうからしは、あ、からし取ってくるわ。どうなってるよパパ。こんな感じか。怒れよ。パパもう腰言わしてんのに。ああ、今日いくらと腰言わしそうやった。あれ式で？いくらとほとんど中腰です。うん、中腰で中腰で階段登ってたもんな。もう、こうやって入ってくやで。俺心配したお前。これ自然に膨らむのね。うん、こっちが膨らんだ。はい。ああ、寝よ。はい、シラフで。シラフで寝ます。はい、おやすみ。はい。はい。うわ、寝ます。はい、おやすみ。おやすみなさい。え？